今回は無印のメッセージカードとペンテルサインペンとユニボールシグの 0.38mm 黒のペンを使用しました。最初はシンプルなメッセージカードを書きたいと思います。ぐるぐるっと書いてキュッキュッ、額の部分も書いてあげましょう。茎も書いてバレンタインっぽく葉っぱもハートに書きました。ハッピーバレンタインデイと書きます。ちょっと右にスペースが空いたかなと思ったので点点点ハートでごまかしてみました。ごまかす力は大事だと思います。1枚目完成です。次はまたこちらもシンプルなメッセージカードにしようかなって思います。クリップで挟んでチェキを飾ってる風のイラストを描いていきたいと思います。1枚目のチェキにはシンプルにハートを描きます。こちらのチェキにはお花を描こうかなと思います。ハートの花びらのお花です。ちょっとロープのところに文字を入れてみても可愛いかなって思います。あとは下の方に一言メッセージを添えたらなんかいい感じに可愛くなるのかなと思います。次は太いペンでハッピーバレンタインデーと書いて、こちらのカードはちょっとわちゃわちゃにぎやかなメッセージカードにしたいなと思うので、まずはメインのイラストを描いていきます。これは瓶の中にハートが入っているイラストです。次はハートのバルーン、あとは隙間を埋める感じでハートに、もう顔を描いたらそれだけで可愛いかなって思います。バレンタインなんでもう何でもハートです。いろんな表情を描いてあげるのもいいと思います。だいたいメインのイラストが描けたら、こう隙間をハートとかお花とかで埋めていってあげる感じです。ただ空いてる隙間をこういうお花とかハートで埋めるだけでなんかわちゃわちゃして可愛い感じになるかなって思います。はひたすら埋めます。わちゃわちゃカード完成です。次は真ん中にメッセージが書けるようなカードを書いていきたいと思います。これもまずメインのイラストを書いていきます。プレゼントも形を変えて書いてあげることでバリエーションが出て可愛くなると思います。ハートもワンパターンよりもいろいろなバリエーションを増やしてあげた方が情報量が多くなってにぎやかになると思います。こちらはうさちゃんにハートを持たせてます。ちょっとほっぺたが赤く照れてます。あとはモコモコと書いていきましょう。真ん中にはメッセージを書いていきます。イラストの雰囲気に合わせて文字を書けるようになるとさらに良いメッセージカードができると思っているので、私も今後頑張っていきたいと思っています。
あとは寂しいと思ったらちょっと文字の下に LINE を書いてあげると可愛くなります。真ん中にメッセージを添えて完成です。次はリボンの中に文字を書いていきたいと思います。枠の中に文字を書くときなどはバランスよく書くのが難しいと思うので、最初に鉛筆などで下書きをしてから書くと安心して書けると思います。リボンが裏返しになっているところの影を塗っていきたいと思います。黒く塗りつぶすだけでなく、このように隙間を空けて棒を描いていくのも可愛いです。リボンの周りは鶴が巻きついているようなイラストを描いていきたいと思います。お花の代わりにハートを描きました。葉っぱを描いていきます。交互に描いていってあげると簡単にバランスよく描けると思います。葉っぱっぽくないと思ったら真ん中に1本葉脈を描いてあげるとそれっぽくなるかなと思います。ちょっと左の方が寂しかったので付け加えます。真ん中にスペースが空いていたのでハートに羽をつけたイラストを描いてみました。メルヘンチックなイラストになっているので可愛い動物を描いてあげます。今回はウサちゃんにしてみました。ウサちゃんたちの下には野原を描いていきます。 V の字っぽく葉っぱを付け加えていきます。左右にスペースが空いているので生垣のようなものを描いていきます。余白を生かしたシンプルなイラストも可愛いですが、余白をどんどん埋めていってわちゃわちゃしたイラストも可愛いと思います。ちょっとウサちゃんを覗かせてみてあげました。上の方が寂しかったのでこっちにまず鳥さんを描きます。葉を加えた鳥さんにしてみました。まだ寂しいのでやっぱお空といえば雲ということで黙々雲を描いていきます。完成です。はい、5枚のバレンタインカードを描いてきました。いかがだったでしょうか。少しでも皆さんの参考になれれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ナツポムでした。バイバーイ。